ライナーフォン・エスター・ライヒ・トスカーナは、オーストリア帝室の分子、ハプスブルク・トスカーナ家出身の大公。トスカーナ大公レオポルト2世の彦。レオポルト・ザルバトール大公と、その妻で、スペインのカルリスタ王位請求者マドリード公、カルロス・マリアの娘ブランカの間の、第4子、長男。正式な洗礼名は、ライナー・カール・レオポルト・ブランカ・アントン・マルガ・アレーテ。 ベアトリックス・ペーター・ヨーゼフ・ラファイル・ミヒャイル・イグナーズ、シュテファン。第一次世界大戦が勃発すると、砲兵将尉として二重帝国陸軍に所属した。1918、1919年の二重帝国と、君主制の崩壊に伴い、家族は亡命、出国したが、ライナーと、長尾党と、レオポルトだけは、ハプスブルク法を受け入れる形で、共和国政府に忠誠を誓い、 皇族の身分を放棄し、オーストリア市民として、ライナーハップスブルクを名乗った。彼は、両親の急遽パレトスカーナの一室に住み続けることを許されたほか、ヘルンシュタイン城の所有権を維持し、ザクレブやガリツヤにも、屋敷や辞書を保有していた。市民となった後、ウィーンで駐輪場、駐車場を経営した。映画館経営にも関わり、 一本のフィルムリールを自転車で短時間に運搬し、複数の映画館で共有する上映システムを考案した。元皇族として他の市民から憎悪を向けられることもあり、城を保有するヘルンシュタインの町の住民は、1921年5月ライナーに対する排斥運動を起こしている。1921年8月には、 旧二重帝国領リブリャナに滞在中、パスポート偽造容疑で、スロベニア警察に逮捕された。1922年4月6日、シュテファン大聖堂で行われた、君主制支持者たちによる政治的な元皇帝カール一世追悼ミサには、父と共に参列した。1930年、敗血症のためウィーン市内ビートナー病院にて死去。34歳。葬儀には、 家族、親族の他元連邦首相、イグナーツザイペル神父も列席した。意外は、カプツイーナー納骨堂内新納骨堂に安置されている。ウィキメディアコモンズには、ライナーフォンエスターライヒトスカーナに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。